野球の韓国代表が日本との決勝リターンマッチで乾杯し、国際大会、アジアプロ野球チャンピオンシップ2017第1回大会ひとし優勝に終わった。ソンドンヨル監督率いる韓国代表は19日、東京ドームで行われたアップブック決勝戦で日本に07の大差で乾杯した。16日、 日本との予選第一戦で延長10回の接戦の末、7-8で赤敗を喫した韓国は第二戦で台湾に一例で勝利し、日本との再対決が実現した。韓国としては雪辱を果たす機会だったが、結果は完敗となった。